もしもし、今大丈夫うんありがとう。今日帰ってこないんだっけそう。あのさ、今どこにいんのなんでなんでなんで聞き返したのいや、聞いてんのこっちじゃん。質問に質問で返すって何 答えたたくなかったの怖いそんなことないよいつもこんな感じじゃんでどこにいるの友達んちへえー、誰の家いや別に気になっただけ誰の家ってだってあんた友達紹介してくれるじゃん私が知らない友達ってことへえー じゃあ今度紹介してよ。その人のこと。うん。ああ、なんなら今電話変わってよ。なんでダメなのええー、そう。あんたさ、なんか私に隠してないそんなことない。そうかな。うんいや、かん だけど…浮気とかしてないよねしてないよねうん言ったねしてないって嘘じゃないよね隠し事とかしてないよねうんならいいのうん もう忙しいから切るねって <laughs> なんでなんで友達んじ遊びに行ってるだけじゃん忙しいも何もなくない友達帰ってくるいいじゃんじゃあ紹介してよそういうの嫌いなやつふーんうん私ああうるさかったああちょっと外なんだよね今そう仕事終わりで うん、まあまあまあありがとうこの後あとああまああんたがいるなら家に行こうかなって思ってたんだけどあんた友達んちなんでしょだから暇になったし飲みに行こっかなーってなんでどこ行くのってええ決めてないけど <laughs> 何一緒に飲む <laughs> そういうことじゃない。 うんなんかやっぱ様子おかしくないそんなことないならいいけどさああじゃああんたのバイト先行こうかなまああんた今日いないけどそう居酒屋でしょまあお店知ってるし行ったことあるしなんでダメなの 別にあんたがいるときに冷やかしに行くわけじゃないしいいじゃん売り上げに貢献できて偉いねってだけだよふ、うんあっさまあ、忙しいみたいだし切るわはーいじゃあねはらじらしいなもしもし 何今飲んでんだけどあ,あんたの馬先 <laughs> そう大将さん覚えてたみたいでサービスなんかしてくれてさ <laughs> 優しいねほんとうんか聞いたって何を何も聞いてないならいいああそう別に特に聞いてないけどああああれのこと バイトの後輩の女の子達とお泊まり会してるって話店長さん止めたらしいじゃん彼女がいるんだからやめとけってであんた何バレなきゃ問題ないですって言ったらしいじゃん舐めてんねだいぶねえなんでそんなことしたのたまには若い子と遊びたかったへえ あとは仕事忙しくて構ってくれないお前が悪いへえいつから私のこと「お前」なんて呼べる身分になったのねえ嘘ついたってわかるからあんた私にお仕置きされたかったんでしょ 私が仕事忙しくてほっといたから私に構ってもらえなくて寂しくて私にいじめてほしくてだからこんなことしたんでしょう分かってるからそれぐらい <laughs> ねえどうしてほしい怒ってほしいそれとも楽しんでおいでって言ってほしいねえどっち 聞いてんだけど <laughs> 怒って欲しいんだへえじゃあこの後どうすんのあんた帰ってくる泊まってくる帰るそうじゃあ私バイト先で待ってるから迎えに来てはいあああと 店長ささんに生意気言ったこと、謝っておきなさいね。心配してくれたのにバレなきゃいいなんてそんな失礼なことあるはいじゃあ後ですいませんカウンターで電話しちゃってうんああ確かに他にお客さんいなくてよかったです <laughs> そうですよあいつって M なんですいじめられたいっていうか <laughs> かわい,いですよね。ああ、確かにそんなふうに見えないかも結構強気っていうかオラオラ系ぶってますもんね普段。相当頭回ってなかったんじゃないですか私が店の中で電話してるってことすっかり頭から抜けてたみたいですし「ん知ってたんですか?」って <laughs> はい全部。 お話を聞く前から今日お泊り会に行った女の子友達なんですよまあ正確には友達の妹でいろいろ教えてくれるんです <laughs> もし次生意気なこと言われたらこれ使っていいですから <laughs> はいじゃあ私タバコ吸いたいし出るんではいおかけお願いしますお疲れ様 かわいい顔してるね何手つなぎたい <laughs> 嘘ついた悪い子のお前がそんなこと言うんだへえわがままだねそう家まで我慢しておとなしくついてきてねえ 家に帰ったらさ何されたいあたしにたくさんいじめてほしいそうわかったふぅ、着いたとりあえず手洗っておいでうんあたしはその間お風呂入ってくるからはい行ってらっしゃい ふうすっきりしたあんたもお風呂入ってきたらいいのなんで汚いじゃん我慢できないんだへえじゃあまずここ座って <laughs> どう床に押し倒される気分は。 ねえ、私に構って欲しかった寂しかったそうそれはごめん寂しい思いさせてだけどそれで私を怒らせていいかって言われたらそれは違うよねそんな悪い子わがままな子にしてほしいお仕置きなんてすると思う <laughs> 残念でした こうやって自分のしたいことしてもらえたらお前は反省せずにまた同じことするでしょうだから我慢して私帰るからお風呂入ったけど別にいいよタクシー呼んだしあんたもお風呂入って寝てくださいそんなって何文句口答えでもするのはい 今日一日我慢できたら明日たっぷりお仕置きしてあげる。明日楽しみだね。じゃあまたね、私のダケンくん。